日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は買い物、そして外食について。はいはい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？日本での生活シリーズですね。まあ前回はゴミの出し方、ね、引っ越しをして毎日が始まったらゴミを出さなければいけない、ね、その出し方、燃えるゴミ、燃えないゴミ、リサイクル、いろいろありましたね。今日は買い物や外食について話したいと思います。日本での生活が始まると、まあスーパーマーケットに行ったりしますね。で、スーパーマーケットの買い物は全然問題がないと思います。ね、あまり問題がありません。まあ見ればわかるし、ね、これはバナナですね。これは豆腐ですね。これは肉ですね。ね、ほとんどわかるでしょ。わかるから問題はないです。そしてお金を払う時もそんなに問題がありません。ね、ピッピッピッ、3500円です、ね。そう言われて3500円を出せばいい。まあよくわからなくてもクレジットカードを出せば全然問題ありません。ね、買い物は全然問題ないです。コンビニとか、あとは町の小さいお店たち、ほとんど問題がないと思います。僕の奥さんが日本語がまだ全然わからない時も買い物は全然問題がなかったです、ね、外食ですね。外食、レストランやカフェに行く時、ほとんどのレストランやカフェは問題がありません、ね、日本のレストランやカフェはいつも写真があるからわかりますね。だけどたまに、例えばそば屋とか、寿司屋とか、ちょっと伝統的なお店ですね、伝統的な日本料理の場合、メニューが字だけ、写真がないことがありますね。で、その時はちょっと難しいと思います。だからまあ日本語がわかる皆さんは問題ないですけど、全然日本語がわからない人にとってはちょっと難しいかもしれません。まあでも最近は写真があるお店が多いですね。あと居酒屋ですね。居酒屋も実は、写真がないお店が多いですね。だからそれはちょっと困るかもしれません。もし皆さんが日本で居酒屋に行きたい場合は、やっぱりたくさんの漢字、ひらがな、カタカナを勉強していった方がいいと思います。はい、居酒屋は楽しいですからね。モチベーションを上げて頑張って勉強してください。それではまた。チャオチャオ。アスタレゴ。またね。またね。またね。